一般社団法人白沢美術館館長の白沢拓司です。この地は私が生まれ育った地ですね。昭和33年に生まれて、その当時は白沢医院という産婦人科があったんですね。で、私の父親である白沢実先生と母親である白沢千恵子先生、この2人によって産婦人科医院が52年間ここで開業をしていたわけですけども、そこにあったのがこのアトリエなんですね。白沢実先生はこのお産で待ってる間にこの絵をずっとこのアトリエで描いてたということで、アトリエがこのちょうど下の1階にあったんですが、そのアトリエそのままそっくりこう2階に持ってきたのが、アトリエのスペースになっています。その当時からですね、白沢実先生はこの広いスペースを展示スペースに使いたいというふうに思っていたと思うんですけども、このアトリエを上に持ってきてからは下のスペースも展示スペースにしてですね、かなり大きな絵もですね、美術館に今飾ってある状態です。今から5年前にここに有料老人ホームを開設しまして、レジデンス・オブ・ホープ館林という、そこの私代表を務めさせていただいているんですが、同時にですね、5年前に館林健康長寿クリニックというのも併設いたしまして、この白沢美術館、これを、一般公開するということを2018年に行いまして、ちょうど、今年で5周年ということで、全ての絵を入れ替えてですね、またリニューアルしたという記念にこの動画を撮っております。こちらの絵はフランスのモレーという町の運河を描いた作品になってます。実先生はよくフランスにそのスケッチ旅行に出かけて、そのフランスの印象派の画家が好んで描いたこうモチーフをですね、スケッチ、していたうちの一つです。で、実先生はこの沼とかですね、この運河というのは一生のそのテーマモチーフだったんですね。館林の城沼というのもいろいろな城沼を描いたんですが、こうイル・ド・フランスのこのモレーという町のこの運河もですね、もう何枚も何枚も絵を描いていました。特徴はですね、この湖面に映った、運河に映ったこう雲の様子ですね、緑、青、それからこのベージュ、こういうこう暖かい色の中間色によって非常に見事に描かれていて、でよく見るとこのところどころに強いこの青がアクセントとして入っていて、でそれがその暖かさをこう逆に出しているというようなですね、色の使い方が実先生の特徴かなというふうに思います。ここによく見るとですね、子供が2人橋の上にいてですね、産婦人科医として働いてきた実先生の一つのこう人間に対する愛情っていうものがここに出てるかなというふうに思います。よくですね、この絵を見ていると、傷ついた心が癒されるようだというですね、効果が、あるような、絵になって、おりまして、医師をずっと産婦人科医としての医師を続けながら絵を描き続けたというですね、この愛情がこのキャンパスから我々に伝わってくるというような作品になっております。白沢実先生はその油絵にして700点、水彩画にして500点、それから赤ちゃんが退院するときに赤ちゃんのデッサンを描いていたんですが、その赤ちゃんのデッサンが2000点ありまして、1階の倉庫にですね、所狭しと実先生の絵がですね、貯蔵されているというような構造になっております。で、皆様に一般公開して、郷土の財産であるということからですね、
この絵をですね、皆様に、多くの皆様に、見てもらうことが、稔先生の願いでもあったわけで、このような形でですね、稔先生の最後の描いていた、場面とその絵をですね、皆様に、見てもらえるように、このように公開できたことをですね、私は非常に喜んでおります。